失望とイライララの週末エンゼルスファンの皆さん、こんにちは。ということで、今日もやっていきますけども、まあ、エンゼルス3連敗ということで、まあ、オリオルズにね、4戦で、まあ、全部勝つ勢いでいかないとね、なんて言ってたら、全部負けそうな勢いと <laughs> いうことになりまして、まあ、もちろんね、あのー、このね、前やった時も、まあ、オリオルズ簡単に勝てないよねとは言ってたんですけど、やっぱり、えー、ね、東で、 こうやってるっていう中で、まあ、この順位というか成績なのでね、他の地区であれば、そこそこいいところには、まあ入れるチームではあるのかなっていう感じですから、まあね、同地区にいれば、うん、そういう成績ですよね、多分ね。なので、まあ、地区のね、その、なんて言うんでしょう、戦力差というか、うん、そういうのもあると思うし、 だから、あながちね、その、最下位にいるからって言って、まあ、弱いわけじゃないよねっていうことがね、まあ、再認識されちゃったかなっていう感じ。ただ、まあ、エンゼルスも勝てないね、ような試合をしてるわけじゃないので、まあ、エンゼルスが今、状況が悪すぎるっていうことはね、確かなんですけどもね、うん。まあ、ちょっと、うん、この参戦、残念。まあ、昨日は非常に残念だったし、まあ、今日は、その、 まあ、かわいそうだなっていうね、ピッチャーが、そういう試合でしたね。ということで、えー、今日は翔平3打数無安打、1フォアボールということで、まあ、ね、まあ、ヒットだよねみたいなセカンドゴロと、もうちょっとでヒットだよねっていう内野安打的なね、もうちょっとで内野安打だよねっていうのはありましたけども、えー、まあ、今日は無安打というところでした。エンゼルスは、えー、スコアリ,リングポジションにね、置いて、えー、8回そのチャンスがあって、 ノ、えー、にできたのはゼロ。まあもちろんね、点が取れてないのでゼロです。ただ8回もあったと。で、オリオルズの方は3回あったうちの1回をノにして、えー、1対0で勝ったと。まあこれはもう、ねえ、なんでしょう、エンゼルス、この負け方、マジかよって感じですけど、本当に1対0、ね、逆だったら称賛されるような試合だったんだけども、それがね、1点違うだけでというか、 1>, 1と0、0と1、これが入れ替わるだけで、本当にね、全然意味合いが違うものになっちゃうというかね、うん。で、まあ、エンゼルスとしては、そのもう1点とかのね、話じゃなくて、もっと取れるよねっていうチャンスはあったわけなので、まあね、っていうとこですよね。で、オリオールズはまあ、チャンスがない中で、うん。だから、3分の1でね、それで勝ったわけですから、まあ、素晴らしい勝ち方だよねっていうことですよね、オリオールズは。 でエンゼルスはまあダブルプレーかけるにもあったしね、うんまあ、そういうところでチャンスを潰してるっていうのもあると思いますね。で、サンドバルはね、6.1イニング投げて5安打1失点、2フォアボール 10K ということで、まあ、素晴らしいよ、うん。スライダーも切れてたし、チェンジアップも良かったしね、うん、素晴らしいっていうところですよね。だから、まあ、この、ね、デトマーズも良かったしね、まあ、素晴らしい中で、 うん、で今日はリリーフもまあねちゃんと投げてっていうことですからまあ、その中で点取ってやれないっていうのはねやっぱ厳しいなと、うん、昨日はやっぱりあの状況でねクローザーイグレシアスを出てきたのにあそこから点取られて負けたっていうのはやっぱりなんて言うんだろうなまあ、もちろんね5点6点取ってあげとけばよかったっていう話ではあるんだけどただまあクローザーってそういうもんじゃないからね うん、やっぱ、昨日のはあそこで勝たなきゃいけなかったろうし、まあ今日の場合は、まあ打っとかなきゃいけなかったという話なんですけどもね。で、まあ2回ステファニックね、頭に食らってね、やべえんじゃねえかって思ったんだけど、まあ紳士的対応でね、まあ何もならずと。で、まあやっとネビンちゃんが帰ってきたよね。で、今日息子がね、出てて、まあようやく、せっかく息子がいたのに、あのね、 出場停止でベンチにねえみたいなね話で今日やっぱ写真撮ってましたけどねあのメンバー表交換したかなあ、うんまあいうところはやっぱりなんかアメリカの粋なところというかねいいところではあると思うんですけどもまあそれはいいとしてねでまた頭に食らってで今日2発やられてるっていうかねもう1個はまあ肘かなんかですけども まあ、あいのがあるとね、また、なんとしてね、また退場者出てね、また、こけて怪我するやつが出てきたりすると困るので、まあ、やっぱり、ね、なんか使っていい滑り止めのね、えー、早く使わせてあげてほしいなっていうのはありますね。で、そのね、デッドボールがあって、まあ、ちょっとね、それも、心配は心配ですよね。頭、まあ、うまく避けたといえば避けたんでしょうが、 まあちょっとね、耳は絶対あれ、キーンって絶対言ってるんですよ。僕もね、当たったことあるけど、もう、左耳、ペーンってずっと言ってるような状況になってね。で、多分あれ、あの時は大丈夫かもしれないけど、ね、今日のその終わった後とかもね、何かしら影響が出てくる可能性はあると思うんで、まあ、うまく避けたから衝撃はそこまでいってないのかなとは思うんですけど、ちょっと注意はしてほしいなと思うんですよね。で、まあ、そのね、デッドボール、 でまあ、ヒホのヒットということで、まあ、相手も、ね、やっぱり当てたくて当ててるわけじゃないんであれはね、まあ、完全に抜けてって頭にやったっていうやっぱメンタル的な、ね、動揺があるわけなので、まあ、その中で、ねまあ、ヒットでつないでっていうところだったんですけどもその中でまあ簡単に、ね、やられちゃったっていうねここでまあこう、ね、もう1本出るか何かしらして え、ね、相手にこうダメージを与えていかなきゃいけなかったところなんですけど、動揺してるんでね。うん。まあ、それがあれ、ファーストフライでしたっけファールフライだっけうん。まあ、そんなのと、でね、すぐに終わっちゃったという感じで、まあ、そこで点取れなかったのがまずでかかったかなと。で、まあ、結局点取れないでね、ここでスクイズとかね、やっとくっていうのもね、まあ、2回ですけど、もう、 まだ2回だけどとか言ってるチームじゃないと思うんだよねもう取れる時にもう1点ずつ何でもいいから取っていくみたいな戦い方しないとマジで点取れないよねっていうねところなのでしかもまあ買い位せるんだからまあいいじゃないですか上位にそれをやらせとは言ってるわけじゃないんでねだからまあここでもうスクイズさもういっといてよかったかなと思いますねで5回のところでまあバーシュがフォアボールで、えー、ビラーが バンとでね、送って、で、まあ、ようやくスコアリングポジションで、えー、トラウト、翔平と回っていくところだったんですけど、トラウトのゴロの間に、まあ、マーシがサードを狙ったのはいいんですけど、ね、足が離れちゃってアウトということで、うん、まあね、っていうところですけども、まあ、なんでしょうね、まあ、その次の塁を狙うってう姿勢は大事だし、まあ、あれセーフだからね、タイミングは。 だから普通にスライディングしてそこで立っとけばいいんだけどやっぱこういうの最近多いですよねあのそのままどっか行っちゃうっていうか離れちゃうみたいのがねだからあれをやっちゃう可能性があるんだったら二塁にそのままいて翔平に回してどうにかするっていう可能性にかけた方が良かったかなっていうねうんどうせツーアウトだしまあセカンドにいて 翔平がまたシフトヒットでもやっても帰ってこれるじゃないですか、まわしは足が速いんだからね。だから、無理していく必要もなかったのかなっていうプレーで、まあそこでせっかくの,その、ね、トラウト翔平っていうところに回る、ね、状況だったんだけども、そこで、まあ多分この試合唯一だよね、翔平にそのスコアリングポジションで回る可能性があったっていうのはね。 なので、それをちょっと無駄にしたっていうのはもったいなかったのかなと思いますね。で、6回かな。えー、ウォード・ウォルシュの連打で、まあ、1、3塁。で、ここでステファニック、セーフティースクイーズやったんですけど、ファールというところで、まあ、これがね、決まって同点にしていてもっていうところですけども、まあ、やる姿勢としてはまあ、ね、いいと思うんですよね。で、結局、まあ、シフトがね、引かれてて、 えー、一塁と、ね、二塁、ファーストとセカンドの選手の、ね、間こう空いてたわけですよ、1、2塁間が結構空いてて、まあ、右はね彼は狙ってるような打ち方をするから、まあ、抜けるんじゃないかなって思ったんだけど、本当にセカンドがいたところに打っちゃってね、ダブルプレーということで、まあ、あれもなんかもうちょいずれてね、ゲッツ崩れの間に1点っていうのでもよかったんでね、まあ、なんとかならなかったかなっていうのもありますけどもね。うん まあ、とりあえず本当になかなかこう点が取れないよねっていうね、ところでしたね。で、7回は比嘉のツーベースから、まあ、ノーアウトだったけどそこからも点取れないということでで、まあ今日もねあの、レフトの壁がね、後ろに行ったっていうので、まあ今日はスーさんが一番いい当たりしてたんじゃないかなって思いますけど、まあ、それも含めて、この3戦で4発ぐらいかな、損してるみたいなね、あの映像っていうか、 ススタッドキャストのやつかかなが出てたんですけどもねだからまあ自分のチームも、ね、結局ホームグラウンドにするわけだからレフトに打つのが減ると思うんだけどまあ、でも取られるのも減るからねっていう問題で、うん、だから守り勝つ野球をするんであればまああの球場はねいいよねっていうところですよねでまああと今日の感じで言うとね高めのボール玉振りすぎだよねっていうところ、うん でまあこの前からアストロズの時からこう高めをねじゃんじゃん攻められててまあ打ててないっていうのもあるしでまあアストロズの時はまはストライクゾーンの高めぎりぎりとかを攻めてたんだけども、まあ、今回はもうそれ振ってたから振ってたし打てないからワンチャンボール球のねゾーンでもめっちゃ振るんじゃねみたいなことで多分投げてきてるんだけどでしかもめっちゃ振るじゃんって思ってでずっとそこやられてるよねみたいなね。 感じで、まあ三振してたよねっていうところですよ。ボール3つぐらい高くても平気で振ってるからね。あれはもう手出しちゃうようじゃ打てないからね。うん。さすがにね。だその辺はもう捨てようぜって、投げてきてんのが分かってんだから、捨てようぜってならないといけないんだけど、まあ振っちゃうんだよね、あの高めんとこなんか。僕も振っちゃうタイプだったけど、まあ振っちゃうんだけど、まあプロなんだから、あそこはね、捨てようぜってやって、 まあ、見送んなきゃいけないんだけど、まあ、じゃんじゃん振ってたよねっていうところで、まあ、それだとバットに当たらないから何も起きないしねっていうところなんですよね。だからもうちょっとそういうところもなんとかしてほしいなと思うんですけどもね、うん、まあ、振っちゃうというところですね。なんでまあ、今日はね、サンドバル含め、ピッチャー頑張ったと思うんですけども、それをまあ、そのピッチングをね、無駄にしたというか、まあ、チャンスはね、何回もあったんだけど、 えーまあ、ランナーをスコアリングポジションに置いてねトラウト翔平っていうところに、まあ、回せないと、まあね、どうにもならないっていう今チーム状況だと思うんですよねだから、昨日もねそのトラウト翔平のホームランで、まあ、点が入っただけで、まあ、基本的に他で点が入るっていうのは、まあ、珍しいことじゃないですかだから、まあ、ホームランじゃなくてもね、えー、トラウト翔平のところに。 ランナーを置いて、スコアリングポジションに置いて、回して、まあ、どうでしょうっていうチームだから、まあ、それが1回しかできてないですよね。チャンスはいっぱいあったんだけども、その、トラウトに1回だけ回っただけじゃないですか。スコアリングポジションにいたところはね。で、まあ、そのね、マーシュの走塁の離れちゃったのがあったんで、翔平のところには回らなかったと思うんですけども、だからその1回しかないっていうのはきついよねと。他でチャンスはいっぱい作ってたけど、 結局、まあ、そういうふうに回していって、まあ、彼らが打つかどうかっていうので、点が入るか入らないっていう話のチームだからね。うん、だから、そこに回せるかどうかだよね。うん、ランナーを置いてね、スカーリングポジションに。まあ、そこしか鍵になってくることがないのかなってね、現状はね。で、あと、結局ですね、その他のところでまあ点を取る、買い打線とかでね。 で、チャンスがある中で点を取るってないわけなんで、点を取るんであればやっぱり、1点をね、そのスクイーズとかさっき言いましたけど、1点を取りに行く野球をしないとね。だから、まあね、こんなこと言うと申し訳ないけど、草野球みたいにね、まあ難球は、難式はね、そんなに打てないんですよ。球が潰れちゃうし。だから基本的にまあノーアウトとかワンアウトでサードランナーいたら、まあエンドラン気味で叩きつけて、 バウンドさせて1点取るとかなんですよね。なので、まあ、そういう野球をしていかないと、まあ、スクイーズでもいいし、まあ、エンドランで打つとかでもいいですよ、サードにいてもね。どうせ点取れないんだから。だからそういう野球をしていかないと、まあ、点取れなくて勝てないのかなっていう感じはありますよね、現状のエンゼルス。まあ、これは下位打線にやってっていうことですよ。あの上位にね、翔平、トラウト、ウォードとか、 まあここにランナーを置いて回ってくる場合はまあ打つっていうことなんですけども結局下位打線でもう一本っていうところが全然出てこないわけですから、まあ、そういうところをねやってみてもいいのかなと思うんだけど多分やんないよねっていうところですよね、うん、ただまあそうしないと1点取りに行くってことはできないのかなと思うのでねただ打ってるだけでは うん、だからまあそういうことをしていかないと勝てないかなと、まあ、前からそうですけどね思っていることは、まあ、でもそういうふうに思いますねで現状、ですね、えー、ワイドカードが、えー、シアトルがねワイドカード圏内1ゲーム差まで来てね7連勝で,でクリーブランドが2ゲーム、えー、オリオルズ3ゲームオリオルズも7連勝で、えー、ホワイトソックスが3.5テキサスが4 エンゼルスが7でデトロイトが8で KC が12.5、えー、エイズが16というところでまあもうデトロイトぐらいまでまだワンチャンあるかなレベルでその下はもうちょっと厳しいかなっていうところで、まあ、エンゼルスもそっちのもう厳しいかなってところに足を踏み入れていますのでまあ可能性がでかいのはまだテキサスぐらいまでだと思うんですよね5ゲーム差以内っていう感じで考えればね ただまあエンゼルスもね、連勝、どっかででかい連勝とかやれば可能性あるんですけども、まあその連勝が起きそうなチーム状況ではないのでね、まあなかなか厳しいかなとは思うんですけども、まあまだね、半分なので何があるかはわからない。うん。エンゼルスがすごい連敗をしたみたいにね、えー、すごい連勝する可能性もまあなくはないわけでね、野球なので。 まあだからそれをどこかで起こせたら可能性あるけど、このまま普通に波に勝っていったレベルでは、まあ、もう厳しいだろうという感じですよね。だから、でかい連勝をどこかで起こさないと難しいかなと。で、まあ、なんか現状ね、オールスターまでどうにかね、まあ、難所化して、で、一回オールスター挟んで、まあ、そこから気分入れ替えてっていうところですかね、もう。だから、オールスターまでは、まあ、こんな感じいくとは思うんでね。まあ、 相手チームもそんなにね、勝てそうな感じのチームではないわけですから、まあ厳しい戦いになることはまあ当たり前でね。だからまあ何勝かできればいいかなみたいな感じでいうところなので、まあ明日はとりあえず勝ちたいよね。うん、まあそういう感じですかね。なのでまあでも普通にねやってて、まあエンゼルスの下にいたチームが今ね、ワイドカード圏内まで結構近づいてて、まあオリオールズなんかもね上がってってね、 だからまあ普通に連敗がなくて普通にやってればまだまだこんなねもう終わりだみたいな話がね出てくる状況にはなかったんですけどもねうんやっぱりあの連敗は厳しかったしそこから全然ね好転していかないのでねいい方にねうんちょっと厳しいなというところですけどもだからとりあえずねオールスターまではやってまあそこで一回リセットして気持ちをねでまあオールスター開けてからま,あまたね 切り替えててて頑張っっもらううしかかかななないい状況かなと思いますねということでね、本日もねご視聴いただきありがとうございましたということで、えー、これは、えー、ここで、ね、エンゼルス情報を終わりたいと思います。えー、続いてねヤンキースですけども、今日は5対6で、えー、延長10回でね破れるというところでまあ8回にですね1点差で勝ってたんですけど、ホームズ投入して、 まあ、フォアボール出したのかな。で、2ストライクね、追い込んだんですけど、簡単にその後ね。ただ、そこで、まあ、ヒット打たれて同点にされてしまうということで、まあ、ここで抑えられてたら、まあ、ちょっとそれで終わってたかなという感じなんですけども、でまあ、延長にね、行って、えー、ジャッジ2ベース、リゾ2ベースでね、まあ、2点は取ったんですけどもね、えー、その裏に3点取られて、さよならという感じで、まあ、これもね、勝てるゲームであったと思うんですけども、まあ、残念ながら最後、 力尽きるっていう感じでね、えー、終わってしまいましたけどもまあでもねボストンとの4連戦でもう2勝してるのでねとりあえずヤンキースとしてはそんなにね今ね全部勝とうっていう感じではなくてもいいわけなんですよ、まあ、もちろんね勝てばいいんだけどそれからまあ明日勝てば勝ち越しだしね負けても五分だからまあいいかみたいな感じなのでね、うん、だからやっぱりエンゼルスも最初はそういうね感じだったんだけど 余裕があったんでね、1位に行ったし、ただまあ、ヤンキースはそのままずっとね、いい状態で行ってるので、まあ今、15ゲーム差かなしたと、だからまあ、そんなにね、焦ることもないという感じで、まあこのままそんなに負け越さないでいけばいいような状態ではあるのでね、まあ明日も勝てばいいですけどもね、まあ余裕のある戦い方かなとは思いますね。 ということで、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、ロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。えー、脱弾ですけどもね、えー、今日、3A、アデル、12号ということで、まあね、そこまでバカ打ちしてるわけじゃないですけど、まあ、12号まで来てるということで、まあ、それなりにね、打ってるし、まあ、後半起爆剤的なね、えー、位置で、まあ、どうせね、打てないのであれば、 アデル入れて一発同化枠、うん、上げてほしいなと思いますけどもね。まあなかなか上げないと思いますけども、まあ後半上がってくることに期待というところ。で、カイブッシュと、えー、バックマンか、どうでしょうかっていう話なんですけども、バックマンはまだね、IL にいるままみたいなので、 まあ、あんまりねあの、焦らして無理はしないようなことが書いてありましたから、まあ、今シーズン期待してましたけどね、上がってきたら面白いなっていうのは、ただまあ、現状はあまり可能性ないのかなっていう、焦らせるわけでもないと思うんだよね、現状。ということと、まあ、あと、カイブッシュも、まあ、どうなんでしょうかね、今、とりあえず、こう、先発一応ね、えー、回してて、 まあそのピッチャーたちも誰もダメになったら、まああり得るっちゃあり得るかもしれないけども、まあその、なんて言うんでしょうね、順位的な問題、優先順位というか、3A にいるピッチャーもいるし、まあその辺が全部ダメだったら可能性はあるかなと思いますけども、まあでもなんだ、フューチャースターだっけ、オールスターの若い、若手のね、 プロスペクトのオールスターかなんかに選ばれてたと思うのでまあね、成績はまあいいしなんか彼でかいんだよね6フィート6っていうのはさ2メーターぐらい近いってことなんですよ多分ね翔平よりでかいってことじゃないのだからまあ長身から投げ下ろされる球もまあそんな100マイルとかは出ないと思うんですけども遅くはない感じだと思うんですよねでスライダーとチェンジアップかな まあ、なかなかこうね、映像がないのでね、ちょっとしか見れないんですけども、まあ球もそんなに遅くないと思うんでね。で、でかいし、まあ、まだそんな22とかなんでね、2年ぐらいして、こう、ちゃんと出てくればいいレベルだと思うので、まあその中で、まあっすぐはもうちょい速くなるとかね、まあ制球ももちろんだし、まあそういうところをいろいろやって上に上がってきてくれればいいですけどもね。 では今シーズンどうかって言われると、うん、チーム状況によるかなって感じですね。今いる選手たちが全然ダメになっちゃって誰も投げさる人がいないってなったらまあ上げてくるけど、まあ、何でもかんでも、ね、上げちゃうとこうまた枠の問題で、ねえー、削っていかなきゃいけなくなっちゃうので一応、ね、例えば40人枠にいる中で、まあ、誰か投げられるのがいるんだったらそっちを優先されるわけでね。 また40人枠に入れちゃって、で、まあ、誰かが復帰してってなるとね、その枠内を削らなきゃいけなくて、また DFA になっちゃうわけですから、まあ、そういう問題もあるのでね、なかなか、うん、可能性的に言うと、まあ、低いのかなとは思いますね、その優先順位からするとね。うん、だから、まあ、40人枠内の AAA にいる選手とか、まあ、その辺から、まあ、もしね、足りなくなったら先発を上げてくる方が可能性は高いと思いますけども。 ただ、まあカイブッシュさんはですね、2021年ドラフト、まあ、2巡目45位ですね、全体。で、シルセスは2021年ラウンド11位の321位なので、まあ期待値的に言うとカイブッシュさんの方がね、高いところで入ってきてるわけですね。で、その上がバックマンかななので、まあ、期待値は高いと思うんですよね。だから、こう、すぐに出てこなくても、まあ、数年、まあ、そのピッチャーもね、20、まあ、 デトマーズ早く出てきすぎなんですけど、彼の場合はね。もうちょいやっぱり、今出てるんだけど、多分2、3年後、ちゃんと成長すれば2、3年後いかなりいいとこになると思うんですよ、デトマーズもね。だから現状で判断しちゃうとかわいそうかなっていうレベルの早い出世というかね、あれなんですよ、デトマーズはね。だからそう考えると、その怪物種とかも2、3年後それなりで出てきたらいいよねっていうレベルなので、 ピッチャーでまあ24、四5ぐらいから良くなるっていうのは結構あるのでね、まあそこを期待してるっていう感じですかね、まだ怪物手さんに関しては。で、デトマーズも、まあそのメジャーにいながらも24、5になった時にかなり良くなってればいいかなっていう感じだと思うんですよね。うん、いや、まあそういう感じでコメントいただいたところで言うと、まあ怪物手さんは、まあ可能性はゼロじゃないけども、低いのかなと思いますね、枠の問題とかもあるしと。 いうところですねで、まあ、このところですね、えー、また、えー、視聴数というかねいっぱい見ていただいてですねで、まあ、その中で登録者も、まあ、増えてちょこちょこ増えてるという状況にありましてまあねその何回も言うけどこのチャンネルの規模的に言うと結構増えてるなっていう状況であって1日にね何百人もドカっと増えるわけじゃないですが まあ、増えてますよねっていう、うん、非常にありがたいことでですね。で、まあ、視聴数も結構増えてるというところで感謝してますけどもね。ただまあ、その、やっぱエンゼルスのね、現地映像を使って、まあ、やってる方がいっぱいいるけども、まあ、その、なんかいっぱいね、増えてきてるっていうのでね、まあ、この前教えてもらいましたけど、その、ぶっこんだ時とかのね、コメントで。だからやっぱり、 大谷ってやるだけでも現地映像でもかなりいっぱいあるわけですよね。でまあ、僕は見ないからあんまり詳しくないんですけど、最初の方って、まあ男性の方、僕が知ってるのだと、がまあなんか、出始めというか一番先にやってたのかなって印象なんですけども、ただまあその方もなんか、ね、 いろいろね、やって、まあ今一座席ごとにね、結構みんな上げてるような状況みたいなんですけども、やっぱりそれをみんながやると動画が溢れるし、再生数も伸びてないっていう感じがあるのでね、だからやっぱ現地映像を使ってても、やっぱ厳しい状況に今はなってきてて、まあやっぱベンチ内とか何かが起きた時の映像が、 まあすごい再生されててるって感じなんだなと思ってねだから現地映像を使っとけば結構いくだろうとは思ってたんですけどもそれだけじゃもう今人がいすぎちゃうからあれなんでしょうねだからみんな結構なことをやってる場合があるみたいなねそういうことを言われてたんですけどやっぱ納得しましたね動画が溢れてるんでねうんああ現地にいて映像をねその持ってるだけでは無理なんだなってもうね今。 それぐらいやってる方が多くなっちゃったっていう感じなんだというところで。で、その中で、まあね、このただ喋ってるだけの動画ですけどもね、それがこう、見ていただく形が、形っていうか数がね、増えてるっていうのは本当に、まあ、非常にね、ありがたいことだなと思いますのでね。うんまあ、これからもね、えー、とりあえず頑張っていこうというところでありますというお話で、 今日はね、これで雑談も終わりたいと思います。なので今日もね、ご視聴いただきありがとうございました。で、まあ今日もまた暑いんでね、体に気をつけてくださいと。熱中症も増えてますし、えー、またコロナもね、増えちゃってるというところで、まあ気をつけて過ごしてくださいというところで終わりたいと思います。